はい、こんにちは。今回は日本人ボクサーたちが最強王者と打ち合って KO 負けを喫した試合を紹介します。ハリケーン・テル選手は日本王座を4度防衛した後、WBC 世界バンタム級王者ルペ・ピントールに挑みました。王者ピントールは51勝のうち 46KO と KO を量産した強打のボクサーで、カルロス・サラテから奪った王座を6度防衛中の最強の王者でした。ハリケーン・テル選手はフットワークやボディーワークを駆使する技巧派ボクサーなのですが、この一戦では強打のピントールを相手に真っ向から勝負を挑み、互角の打ち合いを演じました。しかしテル選手が多くの連打を打ち込んでも、ピントールの重いパンチは凄まじく、スタミナ旺盛なピントールは終盤怒涛の攻撃を見せ、13ラウンドにテル選手は重いパンチで吹っ飛ばされてダウンを喫しました。テル選手はこのまま終わらず、14ラウンドに捨て身のラッシュを敢行し、形勢を逆転しましたが、最終15ラウンド王者ピントールの連打は止まらず、20発以上も破壊力のあるパンチを上下に浴び続け、ついに力尽きました。37勝 33KO 1敗と驚異的なパンチ力を誇る WBA 世界スーパーフライ級王者カンサイ・ギャラクシーは、10度目の防衛戦に松村健二選手を迎えました。当時日本ボクシング界は不意の時代で、日本人の世界王者が一人もおらず、世界王座挑戦も12試合連続で失敗していたのです。そういった中、OPBF フライ級王者の松村選手が1階級上げて、世界戦10試合で9試合に KO 勝利している強打のカオサイへの挑戦は無謀な挑戦と言われ、勝ち目がないと思われていましたが、松村選手は他の対戦者とは違い、強打のギャラクシーを恐れずに真っ向から果敢に攻撃し、圧倒的不利の予想を覆し、序盤からペースを握りました。番狂わせが起こるかもと観衆が思い始めた第10ラウンド、カオサイの強打が爆発し、松村選手はたまらずダウンを喫しました。松村選手は執念で起き上がりますが、強打カオサイの猛攻撃で何度か吹っ飛ばされますが、大ピンチを乗り切り、終盤王者カオサイを気迫で圧倒し、試合は判定にもつれました。半年後に松村選手は再びカオサイに挑戦しましたが、最終ラウンドにカオサイの強打が火を吹き、松村選手の世界王者への夢はついえ去りました。
中里からすると計算しやすいですね。というのは、はい、かなり立ち上がりからお互い打ち合ったということになるんでしょうか。ハードパンチャーの中里選手は全日本新人王、 OPBF 東洋太平洋王座を獲得し、 WBA 世界スーパーバンタム級王者マイル・モンシプールに挑戦いたしました。王者モンシプールはメジクンヌから世界王座を奪取し、3度の防衛戦を全て KO している手数の多いファイタータイプのスタイルです。中里選手が序盤から打ち合いを仕掛けたのですが、王者モンシプールはメンタルの強さも兼ね備え、誰とでも真正面から打ち合うので真っ向勝負を受けて立ち、すさまじい打ち合いが続いております。お互いのぶしのような風貌で打ち合いを演じ、おびただしい数のパンチが交錯し、どちらが倒れてもおかしくない展開が1ラウンドから延々と続いております。お互い手を休めることのない超ハイペースの打撃戦は6ラウンドに終止符が打たれます。中里選手がついにモンシプールのパワーに飲み込まれてダウンを喫してしまうのです。入る、あーっと止めた、止めました。テクニカルノックアウト勝ち。バンタム級王者ルーベン・オリバレスは66勝61 KO 1敗1引き分けの戦績を誇り、ミスターノックアウトと呼ばれ、当時世界で一番恐れられていたボクサーでした。金沢選手は3年前の対戦で2ラウンドで KO されていることもあり、金沢選手が勝つ可能性はほとんどないと思われておりました。61KO のミスターノックアウトのパンチに細心の注意を払っていた金沢選手は、第9ラウンドに意を決したのか、接近しての打ち合いに戦術を変えました。オリバレスのパンチは KO するだけでなく、リング下まで吹っ飛ばす威力を持っており、その力強いパンチが13ラウンドに猛威を振るいます。ミスターノックアウトの集中打を浴びた金沢選手は信じられないことに反撃を始めたのです。
しかし続く14ラウンドにオリバレスの攻撃が絶え間なく続き、ダメージが蓄積し、満身創痍の金沢選手は必死に耐え、ピンチをしのごうと試みます。金沢選手はダウンから起き上がりますが、ミスターノックアウトの猛打は止まらないのです。